ゆるき、元気、たまき、霊感トロートのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。12月に地震を注意すべき地方日にちは、はい、毎月恒例のやつをやろうと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあります。お知らせ2つさせてください。まず、45歳以上の本気の真剣なマッチングサービス、マチュール、始まりました。11月中にお申し込みいただくと特典があります。動画概要欄からどうぞ。はい。で、ズバッとタロットズバッと叶える手帳は販売しています。はい。さて、地震行きましょう。日本全体の危険度、何日本が注意書き象徴区分で10。で、11月振り返ると危険度めちゃめちゃ高いみたいな感じだったけど、確かに震度4くらいが何回かあったけど、震度5とかはな、今のところ今日、まだ数日あるけどね、11月。今のところ、そんなアホでかいのはなかったかな、みたいな印象ですね。はい。では、今月も行きましょう。はい。日本全体の危険度はどうでしょうか。12月。毎回繰り返しますけれども、災害系は、安全だよとはあまり、ね、言いたくないので。こんなね、占いごときって言ったらあれですけども、占いで、ね、何があるかわからないのでね、より危険側にこう、寄って備えてくださいね。はい。占いごときって言うと、自分の占いそんな風に言わないでって言われちゃいそうだけど、いや、ね、それは宇宙とか神様とか、の方が偉いよ。そんな私の占いなんか、そういう力が何を起こすか分かんないじゃない。はい、危険度は死神よろしくないかな。あんまりよろしくないかな。ズバッと出ました。そうだね、対策注意点も恋人だしね、恋人対になるカードだからさ、対策注意点言ってるとあんまり良くない。そうだな、危険度高めに言っときます。 80% で死神高い。死神と対策注意点恋人。はい。では、何日を注意した方がいいか。今年も、紅白をみんなで見るライブをやる予定でございます。猫を飼った、関係で、去年とかから、私の普段いるテーブルの位置が大幅に変わって、テレビとテーブルの位置関係がね、すんごい遠くなって、普段私が居座ってるところ、どうしようかなと思って。うん、すいません。個人的な家の間取りの話をして。猫チャンネルを見てくださってる方は、ああ、確かにテレビ遠いわって、うん、わかるよね。そう。結構な操作だなと思って。あ、アマテラスお御神様が逆めちゃった。ここずっと交互にこうだね。もやもや期間だね。なんか、年末年始に大地震があった過去とかってあるのかね。なんか、あんまり、年末年始っていつも静かじゃない？何か大災害がみたいな、なんか噴火した正月にとか、私の記憶にないだけかな。はい、ズバッと出ました。何日か、高い、うん、1ヶ月通して高めで、特に悪いピンポイント2、2日、5日、あつ、2と5、あと神様が逆向いてるからね、16、あと鳳凰が逆向いてる、20、あと、全体的に、このラストの1、2、3、4、5、6日間があんまり、かな。25から、31出すの忘れた。31は平気だった。25から30。で、ただ、もやもや期間ってこのさ、カードが、いい悪いってこう、交互に並ぶのがさ、こう、占ってるというかって、もやもや期間って呼ぶんだけど、個人的にね、名付けたんだけど、こう、はっきりしない、どっちにもこう、触れる感じの可能性がある
もやもや期間、その名の通り、もやもや期間が多分長くて、10日から22日ぐらいまでずっと、三角、10日から22、もうほとんど1ヶ月のうち半分以上そうじゃみたいな、なんか、うん、そう、この間は何があってもおかしくないよみたいな期間が、超長い12月は、うん、10日から22日、変なカードの出方をしましたよ。で、何地方が注意か。はい。ささっと行きましょう。はい、北海道。なんかさ、ずーっとこうやって、なんか同じテーマを占い続けてるじゃん。なんか、ギネスとかの記録になんないかなって今ふと思ったんだけど。何々を占い続けた回数、世界一みたいな。わかんないけどな。何が私、こう他の占い師がやってない何かをしてるかなとか、ふと思っちゃった。はい。ズバッと出ます。北海道低めで、20%。いや、30くらいにしよう。30。星が逆向いてる。はい。東北。1日2回、占いの動画を YouTube にアップし続けたギネス記録とか。いや、それはいそうだな、でも。なんか、いそうだな。それはいそうだ。なんだろう。なんか、誰か考えて、こう、これあなたギネス記録なんじゃないみたいな。東北。あ、よくない。皇帝が、途方が逆向いた。これよろしくないね。ズバッと出ました。高いです。80% 高い。で、北陸含む新潟。この動画の後に、その他天才みたいなのもやるんだけど、11月思い返すと、なんか、熊の被害ばっかだったね。なんか、こう、なんとかの災害っていうよりさ、ひたすら熊みたいな。北陸良くないかな？ズバ取れます。これ高いね。これ 90% で。いろいろ逆向いてるし、対策集テーマは熊だし。はい。で、関東含む長野、山梨、静岡。関東。ズバッと出ます。これ、だから悪いの。50%。はい。東海。静岡、こっちも見てね。あと、含む三重。恋人が逆を向いたか、それは良くないね。ズバッと出ました。でも対策注意点が太陽なら、うん。そうだな、70% にしとく、うん。高めだけど、でも、明るいカードも多いので、そんなにかな。まあ、数字は高めにしとくけど。近畿。タワーと月が、ズバッと出ました。近畿なんか静かな、静かな感じだね、全部。女教皇に忍者に、こう、嵐の前の静けさじゃないけど、なんか、若干こう、怖さを秘めてるけど、何も起こらないかもしれない。どう出るかな？でも、秘めてる方をちょっと高めに出して 70%。中国。ズバッと出ました。中国もあれだね、良くないね。80% くらい？ 7、80 って感じ。70にしとくか、70%。四国。四国、ズバッと出ました。解放されるカードが怖いね、なんとなくね。まあ、これも、カードは明るいのよ、意味としては。でも、悪魔逆向いたりするとさ、なんかこう、何かがこう解放される的な意味もあるからさ。これもちょっと70に、70% が今4つも続いちゃって、差がわかんないよって言われそうだけど。で、九州。九州良くない。わー、ズバッと出ました。これはね、
95%。 いや、100って言ってもいいんだけど、占いに 100% はないので、95% っていう表現。で、沖縄。この前質問に答えるの動画アップしたじゃない？あれで、フジテレビの恋人よが忘れられないって大好きなドラマだったって言ってから、もう脳内にブーゲンビリアが咲いちゃって、ブーゲンビリアが美しいんですよ、ドラマの中で。沖縄のね。そうなんですよ。うん、行きたいな、沖縄と思って。沖縄。若干怪しい、つばとりました。60%、うん、まあ、50% とかでもいいけど、まあ、60%。はい。出揃いました。はい、ここでお知らせです。画面上に出しておりますけれども、マチュールという新しいマッチングサービスをリリースしました。45歳以上のための真剣なマッチングサービスでございます。結婚、事実婚、週末婚、様々なパートナーの形をそこで見つけていただきたいなと思っております。11月中に登録していただくと特典があります。登録だけは無料で、登録するだけでご自身の生年月日から5つの戦術であなたの性格を詳しく診断して結果が出ますので、それだけで楽しいですよ。はい。ではお待ちしております。はい。ではまとめますと、危険度、日本全体の危険度80、高め。高いです。高い。死神と対策終点恋人なのでね、恋人ってこう、対になってるカードだからさ、地震とか占う時に対になってるカードが出るとこう、プレートを思い起こさせるじゃない。ね。で、何日がダメか。ピンポイントで2、5、16、20。あと25から30。あと、これね、もやもや期間っていうやつ。なんか、カードがさ、いい悪い、いい悪い、いい悪いって交互にこう出るやつがさ、超長くあるので、この期間も何があってもおかしくないよみたいな感じで。とにかく、バツとか三角な期間が長すぎて、そんじゃ何もできないって思っちゃうかもしんないけど、備えはして普通に生活してるのがいいと思いますよ、私は。なんか、ね、危険度が高い日はもう何もしないとかしてたら、それはさ、もう生活は成り立たなくなっちゃうので、それはもうしょうがない。ね、我々働かなきゃいけないし、ね、用事があったら出かけなきゃいけないし、で、何地方が注意か、北海道が低めなんだよな。で、一番高いのはもう、九州の 95% が、あと、北陸もなんか、東北もかな。で、ここよ。東海から四国のこの 70% 群。ひたすら 70%。まあ、関東もこの中で言うと若干低め。沖縄も、うん。まあ、中間くらいかな。こんな感じ。関東、なんか11月も低めだった気がするけど、ね。災害系は危険側にこう寄せて見てるので、楽観視しない。悲観寄りにこう、パーセント出してるのでね。何事もありませんように。はい。では、じゃんけんいきます。たまき、じゃんけん、じゃんけん、ぽい。パーなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。